代表お願いします。はい、よろしくお願いいたします。皆様のお手元に資料は、あ、今取れましたね、ちょっとお配りしてください。それでは改めまして皆様、明けましておめでとうございます。今年もどうぞよろしくお願いいたします。先ほど病院入葬会を開催をさせていただきました。その席上でも申し上げましたけれども、本当に少数精鋭ということで、ございますけれども、みんなで一致結束して頑張ってまいりたいというふうに思います。昨年の衆議院総選挙、そしてその後、さまざまなことがございまして、経緯についてはいろいろあるんですけれども、結果として、国民の皆様に大変、ご心配、ご迷惑をおかけ、いたしましたことに、まずもって、心からお詫びを申し上げたいというふうに思います。しかし、いろいろ誤解もあるようですけれども、我々の政党は変わっておりません。衆議院の選挙の結果、小選挙区で約300万票、そして、比例におきまして、340万票の、尊い皆様の意見を尽くしていただきました。そのことをしっかりと、受け止めまして、国政政党としての責任を果たさせていただきたいということで、頑張ってまいりたいというふうに思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。で、先ほどの病院入葬会におきまして、決定しましたことについて、ご報告をまず申し上げたいと思います。皆様のお手元にございます資料に基づいて、順次、ご報告をさせていただきたいと思いますが、まず、広報関係でございますけれども、2枚目のペーパーにございますように、我々の政党は変わっておりませんが、新たな名称は生活の党ということで、広報関係につきましても、2枚目の紙に書いてありございます、そのロゴを使わせていただくということでございます。それから英語の名称でございますが、People's Life Party ということで、これはネイティブの皆様にもご相談をし、我々の生活の党という名称がより、伝わりやすい名称ということで、そのような英語の名称にさせていただきました。で、このロゴを使って、これから活動していくということでございますけれども、で、この国民の生活が第一、これが党是でございまして、生活の党ということで、英語の名称は People's Life Party ということですので、よろしくお願いします。なお、ホームページにつきましては、党大会までの間にさらに充実をさせていただきたいと思います。署名運営は、People's Life Party、ホームページ、署名運営。あ、署名ですね。あ、すみません。ライフパーティーだな。ライフパーティー。ちょっと仮なので。仮なので、党大会までにしっかりと充実をさせて、広報させていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。続きまして、組織団体関係につきまして、この間国民の生活が第一で登録をされた党員サポーターの皆さんからもさまざまなご意見ご要望等を受け止まってまいりました。先ほどの病院議員総会におきましては、国民の生活が第一の党員サポーターにつきましては、その資格が
生活の等に引き継がれるということで、ご確認をいただいたところでございます。そして、決闘大会に関しましては、当初1月26日というふうに申し上げておりましたけれども、会場の関係で、1月25日金曜日、午前10時から党大会、決闘大会になりますが、これを開催をさせていただきたいということで、ご確認をいただいたところでございます。会場は憲政記念館の報道でございます。マスコミの皆さんに対して全面公開をさせていただきます。事前登録制とさせていただきたいと思いますので、皆様の事前のお申し込みをぜひよろしくお願いしたいと思います。で、大会についての次第あるいは構成等につきまして、先ほど両院議員総会において、ご確認をいただきました。決闘大会におきまして、代表を選出し、そして新たな役員体制をご承認をいただき、規約の改正あるいは考慮、そして基本政策についても、そこでご決定をいただき、再スタートということになりますので、どうぞよろしくお願い申し上げます。私の方からは以上ご報告とさせていただきたいと思いますが、あとはご質問を受けさせていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。じゃあ質問のある方は、いつもの通りですね、タレントの名前を呼びましてお願いいたします。はい、どうぞ。新潟日報の内野と申します。今日は安倍政権が緊急経済対策を閣議決定しました。で、今20兆円というのはかなりの大きな規模で、例えばバラマキ会議ですとか青天井ですとか、そういった批判も出ていますが、今回の緊急経済対策について、森井代表どのように評価されるか、お聞かせください。まず第一に、景気を回復することは、これは大変重要なことであります。景気の回復、そしてデフレ脱却、これにつきましては私どももそのための具体的な政策を提案をして、この間戦ってまいったところでございます。ただ申し上げたいのは、財源論というのは一体何だったのかなということを改めて申し上げたいと思います。民主党がマニフェストを途中で約束を守れずに、大増税路線に来てしまったわけですが、野党、自民党、そしてマスコミの皆さんからこの財源論について厳しく追及をされ、その追及を跳ね返すことがなかなかできなかったのではないかと思います。これちょっと皮肉っぽい逆説的な言い方なんですけれども、自民党はさすがだなと、小沢さんが言っていたように、政権を取れば財源はどうにでもなると言っていたわけですけれども、それは当然のことなんですけれども、政権を取って、すぐにそれを、実行されると。で、財源論ということで、今一番必要な子育て支援にかかる、その財源の問題等を、相当追及してきたわけですけれども、財源論というのは、そもそも何の意味があったのかというふうに改めて思っているところでございます。しかし、景気を良くする経済対策をやるということは、大変重要なことであるというふうに思いますが、一方、その経済対策の中身が全くこれまでのやり方と変わらないばらまきであっては、見た目景気は良くなるかもしれませんけれども、実際に国民の皆さんの生活が良くなる、国民の皆さんの所得が増えるという結果に結びつきません。で、見た目の景気対策、景気が良くなったことをもってして、来年の消費税増税を強行するということになりますと、これはもう本当に、日本経済、国民の生活、にとって大変なことになりますので、ここがこの通常国会の大きな争点、そしてまた
参議院選挙の大きな争点になるというふうに思いますので、しっかりと国会で論戦に挑み、そしてまたその問題を明らかにして戦っていきたいというふうに思います。はい、どうぞ。ちょっと自由通信の質問しますか。参議院選の野党共闘について、ごめんなさい、失礼しました。事実者さんと申します。参院選でのですね、野党共闘についてお聞きしたいんですが、生活の先生方の中ではですね、野党各党の共闘というのは、これきちんとやらなければ自民党を利するだけだという問題意識を皆さん共有されていると思うんですが、一方で細野官庁なんかは、これまでの経緯を踏まえてですね、生活との その連携というのは難しいという趣旨の発言、会見などされていますが、今後そのあたりどうアプローチされているのかというお住まいになるから、先生のお考えを聞いています。衆議院選挙の結果を見れば、できるだけ、みんなで協力をして結束して戦いませんと、総選挙の結果、巨大与党絶対安定多数というものを自公は確保しているわけですので、参議院選挙は反自公勢力というのはできるだけ協力関係を築いて戦いに挑まなければ自公を利するだけということになるのは、もう改めて説明するまでもないと思います。いろんなこの間の経緯はあると思いますけれども、お互いに胸襟を開いてできるだけ協力をする。でそれは国民の皆さんの生活が第一、国民の皆さんの生活を本当に向上させる、でこの国を根本からそのために変えていくという、その大きな目標をもう一度こう確認し、原点に立ち返れば、それは可能なことであるというふうに考えておりますので、もちろんさまざまなご意見はあると思いますけれども、あらゆるところとできるだけ協力関係を築く努力をしてまいりたいと思います。ニコニコ動画の長尾と申します。よろしくお願いします。どうもよろしくお願いします。参院選に関連してなんですけれども、選挙活動のですね、インターネット解禁について、総理は参院選を目指すと、また民主党もですね、細野幹事長が参与を示したんですけれども、代表、生活の党としてはどう考えていらっしゃるのか、参院での位置づけを目指すのか。大いに賛成であります。これまでも、他党と比較しても我々はインターネットメディアの皆さんに、我々のさまざまな活動を開放し、そして取材をしていただきました。旧生活、国民の生活が第一の時にも、ドイツに脱原発視察に10月に行ったわけですけれども、すべてフルオープンで、皆さんに取材をしていただき、また毎日、私にとっては国民の皆さんにオープンにするという意味では非常に画期的な取り組みだったというふうに思うんですが、これで私はドイツに行きましたけれども、おいしいワインもおいしいビールも、飲むことなく、夕方まで、その広報のために、皆さんの番組にも出させていただいたということで、何よりも、今新しいネットワークの時代ですので、これをきちんとその参議院選挙にも反映して、投票率が低いとか若い人たちの参加が少ないということを嘆いているばかりではなく、今の時代に合ったその選挙への参画の仕方というのを早急に整えるべきである、そういう意味で大賛成でございます。フリーのジャーナリストの田中と申します。よろしくお願いいたします。不正選挙のですね、情報が、随分ネット上飛び交ってまして、そのうちのいくつかは、科学的に妥当なものもあるんですが、ミラノ党としては、失礼しました。生活の党としては何か対応を考えていらっしゃらないんでしょうか。その問題につきましては、私のところにも個人的に、様々な方から情報が寄せられております。しかし、
そのあまりですね、軽々にこの問題について、どうするというようなことは、難しいのかなというふうに思っております。きちんとした何か証拠といいますか、そういうものがあるということで、なければ、そうですね、軽率に正当として、そのようなことを申し上げるべきではないと思っております。朝日新聞の村松です。よろしくお願いします。今月末に召集される通常国会についてなんですが、生活の党としてはどのようなテーマ、分野に重点を置いて、論戦を挑むのかというのが1点と、もう一つその通常国会に臨むにあたって別の政党とですね、統一会派を組むことを現時点で検討されているかどうか、この2点についてお伺いします。まず、後の方の質問ですけれども、選挙の協力もそうですけれども、巨大与党に立ち向かっていくためにできるだけ協力関係を築くということは重要であるというふうに考えています。具体的にどのような今働きかけをしているというようなことについては申し上げられませんけれども、あらゆる協力関係を作るための努力は、させていただいているところでございます。それから、論戦につきましては冒頭申し上げました、安倍政権のいわゆるアベノミクス、そして緊急経済対策に対して、それは本当に、過去の、自民党政権において、行われてきたばらまきとは違うのかということについて検証する必要があると思いますし、でその結果、実体経済、国民の皆さんの生活が改善されるのか、お給料が増えるのか、生活が良くなるのかということについて、きちんと検証をしなければならない。で大変巨額な経済対策ですけれども、本当に今一番大変な選択をしていらっしゃる、若い人たち、子育て世代、そして、老老介護など、高齢社会で大変苦しい生活を送っていらっしゃる皆さん、そういう皆さんの生活を改善することになるのかどうか、これをしっかりと論戦で明らかにしていきたいと思いますし、原発の問題も、新増設まで含めて少し踏み込んだ発言もされているようでございますけれども、原発、福島原発事故は終わっていない、危機は去っていない、そして、被災者の支援ということについてもまだまだしっかりとされていない。それから公予算の使い方、今回除染の問題で不適切な問題が発覚をいたしましたけれども、そういう問題についてももう一度国民の皆さんから事実を、真実を明確にするということが非常に大きな問題で、我々としても論戦を挑んでいくテーマになると考えております。どうぞ。非常に大事ですけれども、昨年未来の党の当時にですね、いろいろ体制をめぐったお話し合いもあったかと思うんですけれど、その際小沢共同代表ね、いろんなお話もあったかと思うんですが、この25日までに体制を決めるというお話に今回なったと思うんですが、今日の病院総会の中でですね、今後の体制に向けたお話し合いとか意見交換みたいなのはあったんでしょうか。その辺のお考えで。はい、本日の両院議員総会では党大会までのさまざまな手続きについてご確認をいただいたところでございます。党規約にのっとって新たな体制を決めていくということでございます。日経新聞の
黒沼と申します。よろしくお願いいたします。通常国会での対応のうち、日銀総裁人事についてですね、早くもその他党からですね、みんなの党だったり、あるいは社民党の方から、財務省 OB は、認められないという意見が出ておりますが、代表としては現時点でどのような対応で臨まれるお考えでしょうか。安倍政権においてはデフレ脱却のために日銀に対して大変強い働きかけをされています。そういう意味においても日銀の独立性をしっかりと担保していく、そのような人事が望まれるというふうに思います。岩手日報の佐藤と申します。先ほどの両院議員総会で小沢さんの発言があったかどうか、あればちょっと中身を教えてください。ございませんでした。フリーランスの畠山と申します。安倍政権の緊急経済対策の中に、暮らしの安心地域活性化という項目があって、その中に業界金融体制の強化等というものが盛り込まれておりました。で、安倍さんは選挙前から尖閣諸島への公務員の常駐ということに言及されてましたけれども、生活の党としては尖閣の問題についてどのような姿勢で臨むのかお聞かせいただければ。まず前提として、主権国家として、その主権を守る、領土を守っていくということは当然のことであります。しかしながら、極度に、緊張を高めるということは良くないというふうに思います。結局、政治の最大の失敗は戦争を起こして国民に途端の苦しみを味わわせるということだというふうに思います。何よりも平和的に外交交渉等によってさまざまな問題を解決していくということが必要だというふうに思っておりますので、領海警備の強化については必要なものについては当然やるべきだというふうに思っておりますけれども、緊張を高めるようなことがないように最大限の配慮をするべきだというふうに思っております。公務員の常駐については今のところまだ党内で議論はいたしておりませんけれども、さまざまなそういう先ほど申し上げましたような観点から検討するというふうに考えております。またよろしいでしょうか。では質問がないようですので、これで森代表の記者会見を終わらせていただきます。ありがとうございました。